お待たせいたしました。引き続き第7期往来戦ベスト8 B 卓3回戦の模様をお届けしてまいります。司会実況の大和です。そして解説には白金咲プロにお越しいただいております。白金さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけで対局会場準備は整っているようです。それでは参りましょう。第7期往来戦ベスト8 B 卓3回戦当杯の開始です。さあ、3回戦並びから見ていきたいと思います。ちーちゃから倉田、なんちゃんにかずき、しゃーちゃんに渡辺、ペーちゃんに吉沢の並び、当院局ドラはなんとなっております。さあ、というわけで白金さん、引き続きよろしくお願いします。お願いします。さあ、全4回戦の2回戦までが終了しました。ここから折り返しの3、4回戦と続くわけですけれども、まあ、ここまでご覧になって白金さん、いかがでしょうか。渡辺さんの安定感が光ってますね、うん、で そんな中やっぱ大物で決めた倉田さんが2回戦トップ取って、うん、結構2人と差をつけて折り返しっていう形なんで、はい、なんか捌きもできるんでね、渡辺さんは、うん、なんかやっぱり崩れないなって感じですね。そうですね。逆に追う立場の和樹、そして吉沢に関して何かありますか。吉沢さんは結構仕掛けがね、はい、遠いところからの仕掛けっていうのが結構多いので、はい、ちょっと今回とかは打点作りにそのこの時に行かないと追いつけなくなりそうだなっていうのはありますね。和樹、うん、いかがですか。和樹さん苦しい。苦しい。さっきね、ドラの何本してようやく大物手がっていう感じなんですけど、手がやっぱ入ってないは入ってないんで。そうですよね。我慢は効いてるから、どこかで一発決めてくれるんじゃないかっていうのはありますね。いわゆる和樹のターンみたいなのがね、一本でも来ればっていうところなんですけど、なかなか二の矢三の矢が、まあ、飛ばせない状況、うん、この3回戦非常に大事な対局になりそう。さあ、手牌の方見ていきましょう。こちら親番倉田の手牌、和樹は関羽層が入って先制リーチが打てました。ドラの難を切っての天牌、町はリャンウーピン。さあ、このリーチを受けまして、他三者どうか。さあ、倉田がここは積極的な動きに見えます。1、2、3の3色でしょう。仕掛けていきました。さあ、渡辺も着々とイーシャンテンですか。さあ、これ倉田、ちょっとその、アグレッシブな仕掛けに見えるんですけど、うん、どう見えます？アグレッシブ、今まで、してて、うんました。いや、ちょっとしてないような印象だったんですけど、うん、一発消して、でもこの後戦うのが結構大変そうには見えちゃうから、あんまりどっちかっていうと一発消しの、うん、意味合いの方が強そうですよね。そうですね。吉沢は単野でまとまればというところなんですが、うん、ここはリャンマン、現物のリャンマンを切って受けていきます。まあ、当然ですが、ここは手を崩しているので倉田も泣きません、うん、2万3万って落とせそうです。そうですね。渡辺もイーシャンテンキープ、キープはキープ。もうちょっと狭くは受けました、ね、そうですね。リャンウーピンがまだ山にごっそり残っています。さあ、倉田ここでウーピン1枚吸収。さあ、リャンウーピンどうだ。1回戦だったらリーチ打ってなかったのかもしれないですよね、はい、渡辺すっとやめていきました。ここはリャンソン統一落とし。渡辺さんはね、今まで伸ばしたポイントがあるんで、はい、無理はせずに。そうですね。和樹が小型ということもありますからね、うん、ここは無理せずに進めていきます。渡辺、パーマンは現物、ただまたイーシャンテンに戻っています。チーピンが入った。これはシャンポン、またしても難しい選択にはなりそうですが、パーソーを切れば天牌。三層は風呂に1枚入っている。ヤギ、ヤギ1はちょっと打てない。チーマンが悪くはなさそうだけど、三層もね、もう分かんないですけど、うん、天牌は天牌、じゃあ何切るのっていう話。うん、ここはそういうふうにいろいろ精査した結果、うん、天牌、闇天です。天牌は取るけどリーチ行くほどの街じゃない。はい、チーマンは山へ残っていませんが、今数万が通ったところ。こ
ここは天杯継続、チューンをつもぎり、吉沢。一応パーマン引きがすっごく嬉しいですもんね。そうですね。1,2,3、あ、パーマンないないですね。ないか。さあ、ドラがスタスタと切れていく。場は安くなっていきます。さあ、田辺がイーシャンテンで粘っている。ウーソー、これはパーソーが切れる。うん、3層も今通ったところ、関数層ならば山に1枚は残っているが、やっぱどっちにするかの選択。3層打ってリーチだ。リーチ、ここは追っかけリーチ。いや、数層は怖い。怖い。和樹さんもこの先手のリーチを上がらせてよっていう感じがしますけど。そうですね。さあ、関数層、打てんぱった。ピンズはちょっと。とはいえですよね。はい、打てない。両ピンツモだ。ここは和樹の上がり。面ピンツモ。700、1300の上がりになります。さあ、吉沢も果敢に追っかけていきましたが、制したのは和樹。わすいます。とんきょく、親番は和樹。さあ、この折り返し地点、和樹としては、この三半ちゃん目、トップが欲しい、うん。自分の時間作れるかどうかがポイントだというところでしたが、ドラは数ピン。倉田さんよりは上で終わらないとね。そうですね。ハイパイはこちら。マンズで一メンツ。具形も残りそうだが、ちょっと苦しめか。トン統一は渡辺。ただ、形はそこまで。いいのは吉沢だ。めっちゃいい。ドラのスーピンもある。ここをメンツに仕上げれば、マンガンクラスの手も見えそう。そして、倉田。倉田はペーチャですね。ペーが統一。仕掛けますか？仕掛けますかね。仕掛けました。仕掛けましたね。ここは、私は逃げるわよと。うん、川島はね、ベスト16の時もしっかり使ってたので、はいはいはい、この自分が早いと思った時はしっかり仕掛けていって。そうですね。吉沢ドラにくっついたのは、これはチャンス、大チャンス。3ピンから、おっと、これはかなりアグレッシブな単位青への仕掛けですね。どうせ絶対ネックになるところですもんね。そうですね。さあ、これでウーソーですか。はい。倉田は後継です。いい形。一旦9万にはなるんですかね。いや、パーソーだ。さあ、渡辺はチューンは仕掛けなかったですね。さあ、このイーソーも泣けて、早々にテンパイを入れたのは倉田です。チーマンが危ないですか。危ないです。ほぼこれは出ちゃいそうというところですね。さあ、吉沢、ここはパーソー切り。倉田さんはリーチって言われる前に、あー、チーマンだ。ここは先に打っておくが間に合わず、倉田の上がり、ペー1000点です。さあ、非常に速いペース。トン3局、親番は渡辺。ちょっと倉田と渡辺がうまくかわしを使っていくとなると、お二人もちょっと厳しそうですね。そうですね。ただやっぱ二人が一生そのさばける手が入るとは限らないので、うん、はい、にしても場面には合っていますよね。かなりマッチしている、はい、この二人の動き。さあ、親番の渡辺。ドラは3万ですね。こちらは吉沢の手配。吉沢もね、あのハイパーはもらったって思っちゃいますよね。もう、ツモめっちゃ良かったですもんね。そうですね。リーチまでいければというところでしたが、うん、あと一歩及ばず。渡辺ローマンは嬉しいツモ。7、8、9の3色がくっきり見えます。ドラの3万を引いてもいいような贅沢な悩み。こちらは倉田。9ピンからゆったりとした、これは選択でしょう。いいですね。はい。ピンズにターツができて、吉沢はちょっとネックもあるが、2メンツは完成しています。ドラドラだ、倉田。
ドラ弾かない方が良かったかなっていう気分にもなりますね、うん、なりますね。まあ他の人にドラが少ないっていう風なポジティブに捉えることができれば、この手も単用で動いていきますか。動きそう。でもなぁ、カンチーピンが残っちゃうからな、はい、私はスルーしたいよりですけど、うん、いやでもこれこうなったらこれカンチーピンからならチーしてリャンウマンにするんですか。リャンウマンだと思いますよ。そのシャンポンの安めだと3900、はい、でやっぱ上がりやすさは結構違うと思うので、そうですね、カンチーピンから入ってもリャンウーマンリーチになりそうです。リーチになりそうです。なんか3900の見てはまだちょっと早いですよね。はい、さあ倉田が打点もあるイーシャンテン、さあ和樹はなんとかここは追いかけていきたいところですが、ちょっと手配が難しいんですよ。さあここは親ですが、渡辺が結構辛い仕掛け、なんか渡辺の仕掛けがキレを感じます。キレありますね。はい、カンパーピン、いやこれはパーピンゆっくりいくと豊潤になる。いや素直に取った、うん、カンチーピン、カズキも追いつけるか、ドラドラだ、吉沢もチャンスで、ただこのパーピンが割とね、いつ打たれても手が割った瞬間、いつ打たれてもおかしくないですね。はい、パーピンは現状山には1枚しかありませんが、さあこれでテンパイは吉沢だ、今度はポンテンウッパーソードラドラです。さあカズキローマンはまあいらないですね、はい、あの怖いですよ。抵抗みたいな形にもしたいところではあるんですけど、はい、じゃあ結構遅くなっちゃうんで、うん、さあ今は2社転廃ですか。はい、3社転廃ですか、はい、3だと思います。和樹以外が転廃これはウッパー層は論敗ですよ。うん、打ち抜いていく、ここは吉沢の上がりになります。ハクドラドラ3900、ここは40期生同士の展望の移動でした。やっぱ自分からもドラが2枚見えてるから、相手がドロドロのケースがやっぱちょっと下がる、下がりますよね、うん、さあ4トン4曲、吉沢の親番ドラはローピンです。吉沢もまだまだ、まずあの同期の曽根が決勝に進んだことによって非常に励みになると、うん、はい、おやっぱりその同期の活躍っていうのは嬉しいし、うんうん、私もその舞台に立ちたいという思いはずっと口にはしていましたね。お、うん、仲がいいですね。そうですね、やっぱりどうですか、あの白金さんは同期生で活躍してる人はたくさんいるかと思うんですけれど、たくさんいますね、はい、やっぱり同期の絆みたいなのってあるんですか。ちょっとあんまりないってみんな個人プレーって感じですか。みんな個人プレー、いやもしかしたらあるかもしれないんですけど、はい、私はその輪の中には入ってないですね。もしかしたらある可能性はある。あ、そうですね、知らないところ ところでグループラインとかある可能性は弾かれてる、そうあるんだけど、はい、ちょっと存じ上げないのでそうですか。なんかやっぱプロになったばっかりの頃って、うん、ありました、そういう同期飲みとか。ないです。同期食事会とか。あ、わかんない、ないはわかんないわ、あの行ったことはないです。あ、行ったことはない僕もどっちかっていうとその口なんですけど。よかったです。はい、ほんと孤独なプロ生活を送ってきたんで。私もなんですよ。今でこそね、あの人と話すことが増えてきたんですけれど、うん、なんか僕は友達もそんないないし、はい、そういうプロ生活を送ってきたんで、うん、これ慰め合う場じゃないですよね。いや、だからなんかその40期生たちがそのそうそう X ですごい盛り上がってるじゃないですか、うん、なんかそういうのを見るとなんかいいなって思うし。思いますね、うん、はい、
それはめちゃくちゃいいなって思います。そうで、なんかでもその40期生の中でも女流勉強会に出てた子と、うん、そうでない子たちでなんか花の40期と裏の40期みたいな感じで区分けされてたんですよ、うん、区分けは良くないね。僕はみんながもうこれから花開く場だっていう風にこの場を借りて言わせていただきたいなと、うん、はい、そう思います本当に。はい、そっか、白金さんも僕と同じ口だったんですねそうなんですよ、また渡辺さんがペーポンしてますよ。ペーポンしてますね、さばきに行こうとしています、うん、さあこちら倉田ですね。チートイツのイーシャンテン、なんかチーピンね絶対良くならないと思うんで、うん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 、チーピン切っちゃいたいですよね。そうですね、さあ吉沢は残さない。これね、なんかまあ個人的なあれですけど、うん、チートイツって攻める時にも使えるし、はいはいね、守る時にも使えるんですけど、はい、今回の場合は多分守備的なチートイツだと思うの で、 そうです、ね、あのこのチーピンは先に打ちたい。打ちたいですね、うん、ただスーピンもトイツなのでこれチーピンの重なりをかなり強く見ている可能性はありますよ、はい、そうなんですか。うん、これはね、あの、はい、都市伝説的な話なんですけれど僕は好きですこのチーピン残し。これ私はさっさと切りたい。あ、ただここはローマンが重なって、白炭機のリーチに行きましたね。じゃあやっぱ攻めだったんだこのチーピンは。そうですね、これでもチーピンもなんか引きそうですねあ、追いついた。現物切って関数ピンかドラマチにするか、どっちも現物か、3ピンでもいいのか。3ピン切ってリーチ、3ピン切ってリーチ。さあドラは1枚、ほらチーピンじゃないですか先輩。え、だってチーピン1枚しかないんですよ。重ねようとして残した意思のある牌なんだからって僕は思ったりしますね。白の方が2枚いるんですよ。いやーだからだから、ね、都市伝説なんですけどねえ、まさかの。さあこれはちょっとどうですか吉沢。ああ、ただどっちでもよかった。白も積もった。リーズもチートイツ1600、3200は大きいですね。大きいです。いや、よくリーチいきました。はい、さあこれで2回戦トップの倉田が一旦3回戦もトップ目に立ちますか。はい、はい、いや、このチートイツも積もるとでかいですよね。そうなんですよ。まあ、うん、WRC ルールなので、はい、まあ、裏ドラもありますけど、公式ルールもね、はい、あの出て3200点なのか、はい、積もった時の16残念残念がね、でかすぎますよね。打点上昇率が、うん、難しいんですよ。だからチートイツリーチするかどうか問題、はい、そうですね。今局は攻めのチートイツだったと、うん、いうことですね。さあ、非常に速いテンポ3回戦何一局ドラはパーピンです。倉田は第1打 E ピンから、そして和樹、ほんと結構今回はこう攻める選択を取ることが多いですね、うん、倉田さんで、ちゃんとそれがはいもう答えてくれてるじゃないですか、うん、やっぱ攻める選択しててはいが答えてくれなくてドーンって負けちゃう時なんてよくあるじゃないですか、うんうん、ありますね。はい、さあ今の上がりでトータルポイントもくっきりですね。上が約40、下も約40、うんうん、上限80ポイント。こうなってくるとなんか上2人のさばきといろいろなのでなんか強そう。さあ吉沢、ここはアグレッシブに仕掛けていきます。ナンバですがトンからの仕掛け、そしてウーピン両面チドラドラ、ドラドラになったカズキ、これはしかも両面両面ぐらいじゃないですか、はい、渡辺さんも、はい、今回あの倉田さんもこのピンズの仕掛けではあるんですけど、うん、まだピンズ全然余裕でぶつけられるなっていう感じがあると思うんで、うんうんうん、あの自敗とか切ってってますよね、はい、そうですね、いいですね。あのもう今2回打って、はい、まあ多分見ても来てて、うんうん、吉沢さんの仕掛けが遠いのが多いなっていうのが分かってるから切れるんですよね、うんうんうん、今回は明確に本一に渡っていきます、うん、さあただこれでイーシャンテン吉沢も
シャーはポンだ。打点こそありませんが、天敗は入りました。白炭機、本一の天敗。こういうの切っててね。倉田白は危ないか。一旦なん、現物。いや、これ、かずきさんがね、きついですよね。きついですね。お、ドラが来た。さすがに天敗ですかと。天敗には打たないようにします。リャンウピンにできる。しない。みんなを苦しめる。倉田さんもね、もう無理する必要はじゃない、そうですね、補充はしない方がいいっていう考えでやめてきましたね。はい、やめちゃいました。なんだったら、ね、難しいこと言いますね。そうですね。いやー、かずきさんが、いや、これもう渋々ですか。渋々です、本当に渋々。全然泣きたくないけど、はい、スチーソー、これは吉沢も掴んだら止まらないでしょう。嘘を打っていく。さあ、和樹はスチーソーの天敗。いやー、掴むのかよ。ここは吉沢の上がりになります。本一2600の上がり、厳しいね、和樹さん。これは厳しいですね。対して吉沢はこう早めの仕掛けが今日初めて決まったかぐらいの、さあ、ただまだポイントはかなり上下分かれています。非常に速いペース。 1,2,3,4,5,6 取り始めは悪くない。取り出しは待つ、点数ですかね。あ、ちょっと展望の授受のところですか。はい、はい、正しい展望が移動したはずです。さあ、ドラはチーソーです。カズキはここは正念場。トン統一、シャー統一、打点見ますか。親番維持しますか。親番維持で一回行きたいですね。打点も自然に狙えるなら本一、行きたいですけど、他がただ早いな。そう、2人がね、許してくれないんですよ。そうですね。さあ、関連層が埋まってね、和樹さんね、なぜかぶつかるとき、はい、吉田さんとぶつかっちゃうんですよね。ですね。きつい。和樹と倉田の手がちょっと似てる。トンもちもちはきついな。確かに。トンが泣けない。倉田がこの手配なんですよ。和樹がこの手配。ちょっと似てるんですけど。相当泣けないですよね。そうですね。そうしてるうちに渡辺さんが吐くといつ。吉沢が来てる、6チッパー。めちゃくちゃいい。9、パーピンとか9万とか。9万じゃないですか、ね。9万ですか。うわぁ、もうなんか、和樹さんの手が。うん。え、こういう時のトンって泣きたいトンじゃないですか。泣きたいです。しかも、他の人からしたらお手風なのに。うん。なぜ統一なのだ。なぜですか。なぜ教えてください。しょうがないです。あ、でもこれでトーン出る可能性出ませんか。ちょっとだけ。これはね、ここはでも和樹をマークしてトーン切らないか。うーん、倉田、マーク数ピン入ったら自然にトーンの手順はありそうなんですが、ありますね、はい、こちらの手配、これでトーンでもおかしくないですよね。そのイーマンじゃないですか。いや、でもいいじゃないですか。素敵、守備的なので、はい、しっかりしてる。ここはただイーマンも和樹が泣けるんです。動いてきました。まあ、トンよりイーマンの方がね、はい。さあ、イーマンの統一落とし。さあ、なんとか和樹上がりまでつなげられるか。シャーですよね。シャーですね。もうシャーしかない頼みは。本当に多分ね、こっから倉田さんがトン打つことって、テンパイだ。テンパったらもう誰からでも上がれるシャーなので、うん、ある、ある。でもその前に吉沢さんのリーチも来そう。来そうですね。いやー、ここはただ見事に積もり上げた和樹。本一1300オール、大きい。いや、これはね、我々目線からは
とても大きな上がりに見えます。カズキはトーンが良かったなって思ってると思いますがいやいやいや、もう上がれただけでありがとうございます。そうですね、ありがとうございますですね。さあカズキ、厳しいかと思われましたが親番をつなぐことに成功しました。さあ何曲、一本場ドラはイーマンです。さあドラが1枚あるローマンアンコ一面つ、さあいっぱいは重たそうに見えますね。第1ラシャーから、さあそして渡辺です。こちら吉沢はチュンが統一、ドラもありませんし、このまま動いて上がりに向かうとそこまでの点数にはならないが、どうだ、それでも動きそうな感じしますよね、ここまでの感じ。さあ渡辺は本当にリズムが変わりません。はい、でもみんな早いんですよ。早いですね倉田、ゆったりとした進行、とんぎり。さあ3万で手が広がります。パーピン、キューピンもありますか。ありますね、私はキューピン、パーピンと切っていきたいです。ここは声が届きましたか渡辺。でもまあ普段からね、やっぱこうしてそうですもん、渡辺さん。そうですね。さあ現状テロップ今何3曲になっておりますが、何2曲ですね。親番は和樹となっております。さあ勘違いそうは嬉しい、ドラ切っちゃってもいいですか。いいとは思います。ゆったりならパーピン、キューピンもあるか。リシャンテンはキープしつつ、ドラ引きでまたちょっとどこかのターツを外す選択にしましたね、はい、そうですね。うーん、嘘、徐々に進んでいく渡辺。白統一だ、これで二役、一応チート逸のイーシャンテンでもあります。そうですね、チート逸か。まあでもチート逸の方が吉沢もしかしたら勝手に打点もね、裏ドラついて、ハク、ね、うん、チュンポンしてトイトイよりはなんか早そうな気がします。ここでドラを外しましたね。外しましたね。もうなんかこの差し子のメンツのところを重ねるのが結構、うん、まあ実際難しいんですよね。なのでなんかチートイにするんだったら決めちゃいたい気もする。渡辺はダブナンが来た、急走とかリャン走とかですか。親に通りそうな方を残したいから、はい、この後はスーピン統一落としになりそうじゃないですか。あー決めた、チートイだ。おじゃあ白は泣かない。泣かないでしょう、メンツを壊してますから。泣かない、うん、うん、スーピンになりましたね。はい、さあ吉沢はチートイツに決め打ちました。こちら倉田、そして親番の和樹は絶対に落としたくない親番。あらら、来た。いや勝手に言いそうは端っこだけど、すごいいいわけじゃないから。そうですね、7と1よりだったらなんか、でもなんかバンツも悪い、うん、悪いですね。3万を切りたいです。はい、どうですかでも3万は、はい、6も切ってるし、でもペン3万、ドラがいい万か、あんまりですね、うん、そうそうそう、3万切りたいです。チートイツがね、やっぱ難しいは難しいですね。難しいですね。なんか見た目枚数だけじゃないじゃないですか、チートイツって。はいはい。見た目枚数も確かに大事なんですけど、そうですね。山にいて、かつ自分で持ってこなきゃいけないんで、はいはいはい、イーシャンテンの段階だと。はい。なんか枚数だけで選んでると結構苦労しそうかなと。感性はダメですか？感性、はい、例えば、はい、倉田のさっきのチーピンを引っ張ってたのとか、はい、あれは多分感性的な話だと思うんですよ、はい、だっていや、いいと思います否定してほら、ナイス、ほら3万ギ、3万のチートイで行きました、吉沢。3万が、3万がね、あんまりないんですか。そう、あと1枚、
選ばれる可能性はありますもんね、周りから。まあそうですね、若干ですけど、はい、3万打つんだったらチーマンとかになるとは思うんですけど、うん、現物が455と、まあ打てはするんですね一応。チート、あ失礼、倉田はそこまででもないのか、チートじゃないんだね。そうです。あどうだ、うん、ここはしっかり降りていく。現物ができた、うん、さあ大和の勝負。いやーきついね。パーピン9ピン来た。ちょっと、あ渡辺がイスマ、あらダブナドラが、しかもまだあと2枚、積もれば満貫。うわ贅沢。え3万とかある、あるかもしんないですよ。2万もあるか。うわこれ3万短期オナテン、ひょっこり。えでも次なんか打てない牌持ってきたら3万になる。いやこれドラドラになっちゃいましたよ。でも大丈夫。あ3万だ。ここは渡辺吉沢への補充になります。リーチチートイツ3200の上がり、一本場で3500です。まあこういうことがありますよね、うん、麻雀はね。急走とか打ってっていう方がむずいと思うんで。そうですよね、はい。さあ渡辺が宝珠に回って迎えた親番です。何三局。さあ1回戦では見事な数アンコウの上がりがありました。その後も非常に安定した投牌を見せている渡辺、この親番ではどうか。第1打ペイからドラはローソーです。僅差ではあるけど、はい、今吉田さんがトップ目になりましたね。なりましたね。ということで倉田のポイントがちょっと減ってるっていう風な感じですね。はい、もうこれくらいの差だとそんなに合ってないような差ぐらいですかね。公式ルールとかだとね、結構ちょっと大変って思うかもしれないけど、ただ順位点が大きいから、はい、このハンチャンあと2局で、はい、この特に上3人、そうですね、吉沢さんと和樹さんはもう絶対倉田さんより上で終わんなきゃいけないんで、そうですね、なので倉田としても逆の立場で言うと、そうそうそう、絶対に2着ないしトップになっとくと、はい、とても楽なんですよね。なんならここね、トップにね、この僅差でなるだけで渡辺さんの上に行くと思うんで、はいはいはい、トップになった瞬間に、そうですね、今度自分がターゲット、まあ、近いから何とも言えないですけど、はい、渡辺はまだ貯金がたっぷり、はい、たっぷりでもないか、うん、そうですね、ポイントだけ見ると、そうですね、ちょっとまだ誰が抜け出すかというのはあまりこう見えてこないというか、1回の上がりで大きく戦況は変わってきそう、うん、倉田です。メンツが完成した。初を切り出していく。渡辺寒いところ、うん、ただここはゆったりと構えます。展望がないからといって焦らずしっかり上がれる形を作っていこうという意思を感じます。はい、クラタドラはローソーですね。ここは急走、間ローソーに固定。あ、違いますよ。鎮逸です。鎮逸でした。はいはい。さあ、ウーピンが入る、うん、さあ、そしてカズキはこちら。カズキさん、きつい。ここでね、一上がりしたいっていう場面ではあるんですけど、手がね、そしてマンズやられちゃうとね、はい、自身の手でマンズがほぼないのでちょっとアクションを起こしづらい。さあ吉沢はこれはドラがローソーなんですね。ウーピンになりますか。切る方が広いけど、多分イーペーコーのイーハンも欲しいなっていうところだと思います。なるほど、ここはローピン引きがやっぱ嬉しい形にしました、はい、うん、イーマン泣けないですね。これは渡辺も途中からもうテンパイで
形式転廃でそのまま駆け抜けようという気もちょっとありそうですね。そうですね、チーピンパーピンを、あ、でもここで外すんじゃないですか。外しましたか。はい、チーピンパーピンを外していきます。どうですかね、はあの仕掛けの後の照らしチーピン、うん、この後パーピンとかも出てくるけど、ちょっと遅そうだなっていう風にターチャーには見えますか。遅そうだなとは思うんですけど、もともとチーピンパーピンもあってもいい形の、うんうん、あ、そうですね、当たりへのっていうのなので、うんうん、ちょっと怖いです。私は後からこの両面ターツが外される方が、うんうん、ですね、うん、ここはただ漫才寄ってきます。ハイパイとかの時点でチーピンパーピンって切られるよりは、後から手出しの両面ターツが出てくる方が結構本物のパターンが多いですね。ですね、あってもよかった、はいはいはい、チーピンパーピン、はい、怖い。やーすと切っていきます。お、うーん、初、これは自分の目から2枚見えてる。はい、ここで初使うとちょっと後が怖い気はする。倉田ですね、はい、倉田さんのバランス的には今、うん、チーマン、うわ、これは決まったか、6球ピン嬉しい、6球ピンだ、リーチに行くね、これどうするのってなっちゃうんですよ。これ9ピンいけないし、でもローマンか、やっぱ親をケアしすぎてた、そう弊害ですかね。そう、カズキがここは一発を消しながら前進していくが、9ピンは論敗ですよ。危ない、ただの一発消しだったらば出る牌ではなさそうですが、パーピンがワンチャンスで9ピンなんか押しそうな気がする。倉田も一緒か。ここは吉田の上がりだ。和樹はほっと一息か。リーチピンフドライチ。3900。倉田としては痛い補充ですね。うん。今のはね、ちょっと親をケアしすぎたかなっていうのが。っていうところありますね。はい、いや、ただ、それにしては3900でも大きな失点になって、逆に吉田にとっては嬉しい上がり。うん、ちょっと今、トータルポイントを確認した。吉田は。カズキさんにとっても嬉しいんじゃないですかね。そうですね。ただカズキは肝を冷やしましたね。同じ道歩いてたかもしれないですから。そう。ここの3回戦のトップ争いという場面ではかなり大きい差ですよね。カズキは補充せず倉田が打ってしまったっていうのは、うん、さあどうなったか。ご覧のようなポイント状況、そして得点になっています。カズキが何あんこ。何あんこもでかいですね。カズキはトップまで行けるなら行きたい。めちゃくちゃ行きたいですよ。はい、4300点差。倉田も着を戻せるなら戻せるところまで行きたい。2着まで4400点。いやドラは、ローソー、手から数層。リーマン、ギャンマン外すもん。ありましたよね。うん、なんだろう、やっぱ3万匹は絶対逃したくなくって。そうですね。でも横に広がるチーピンチーソーも大事。うんうんうん。スーソーアンコは一旦犠牲にして、スーソーとケーマーのアンコは。まあ、この1曲でっていうオーラスですからね。うん、3ピンは嬉しいつもだ。イーマンですか。イーマンですね。ネックが埋まってくる。リャンソーを引いて、これで選択。ここはチーピン切りとします。ドラ引きには対応したい。はい。お、良くなってきましたよ。良くなってきましたね。ただ2人も早い。カズキはこれペンス3万残り、リーズも何、うん、1300、2600でもトップなので、うん、即リーチですよね。この構えにしたってことは。そうですね。ジャントができた。うん、カンちゃんどっちを払うか。ドラはローソーということでピンズになりそうですか。1、2、3、そうね、手役は欲しいですよね。手役欲しい。スーピンとかにします。手役欲しいけど、スーピン、リャンソー、リャンソー、いや、つもぎ、いやつもぎりか。ドラ引いたらね、自然にその打点がというか、そうですね、オッケーになるんで、うんうん、そんなに
いや吉田さんも時間がかかりそうなので、うんうんうん、ドラを弾きたいすぐにですね。みんなドラ欲しいですね。そう、和樹さんもね、早くリーチって言っちゃいたいですよね、はい、ドラは今曲渡辺が1枚、うわーこれでもうマックスですよね。チーピン、ちょっと考えてみます。はい、リーチを打った時にいい形にしたいんで、はい、まあ、確かにタイヤをのいい判も大事ですけど、お、いや狙い通りだ。千二千 OK ですか？千二千は OK です。 OK ですね、相手が親ですからね。さあ、和樹が先行リーチスチマン、これは絶対上がりたいですよね。ですね、和樹がここでトップ取ると本当にもうちょっと分かんなくなりますね、いろいろと。みんなにチャンスがある、うん、さあ一発なら文句なし、あ、失礼しました、吉澤でした一発ではもうなかったですはい、でも倉田さんは、で自分が渡辺さんより下に行くと、はい、さらにまた縮まっちゃうから、しっかりと受けて、うん、渡辺はこのラスも受け入れてる感じですね、はい、受け入れますよ、貯金の分。そうですね、吉澤は戦いたいですよね。戦いたいです。イースピン、スチーマン、サンピンピン、うん、どこまでいけるか。さあ、スチーマンが手の中で3枚、場には1枚切られていて、残り4枚追いついた。同じくスチーマンだ。このスチーマン大きく運命を分けるか。吉澤が上がればね、そう、すごく大きな上がりになりますし、当然和樹も上がりたい、4回戦につなげる上がり。さあ、3ピンを切ることがちょっと怖いですか。いや、もう怖くても関係ないです。リーチ、はい、リーチだここはリーチに行く。さあ、スチーマンの引き合い、めくり合い、どうなりますか。どっちに軍配が上がるかねえ、これもう、さあ、ここを積もっていったのは和樹だ。リーズも何、浦さん、浦はい、満貫ですね。2000、4000の上がり。さあ、以上の上がりもちまして、3回戦トップから和樹、そして2着に吉澤、3着に倉田、4着に渡辺の並びで終了しております。はい、引き続き4回戦です。